東高島駅。東高島駅は、神奈川県横浜市神奈川区星野町4にある、日本貨物鉄道、JR 貨物の貨物駅、東海道本線貨物支線、通称高島線上にある。現在は、シャーツ貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着はなくなっている。かつて当駅の東側に存在しており、当駅に統合されて、 廃止となった千若信号場についても説明する。鶴見と桜木町を結ぶ貨物線である高島線の中間にある駅で、当駅より鶴見方は副線、桜木町方は単線となっている。さらに、桜木町駅より先は高密度運転路線の根岸線へと接続しているため、通常運転停車のできない桜木町駅に代わって一部の貨物列車が当駅で、 運転停車や上下交換を行う。当駅は2005年、平成17年度を最後に、貨物の発着実績がなく、信号場としてのみ機能している。かつての水保駅への貨物支線を転用した、在日米軍基地、横浜のオスドック専用線が、駅の東側の旧千若信号場、当駅構内扱いから分岐しており、かつて燃料輸送に使用されていた。 その専用線から横浜倉庫の不当への路線も分岐しており、同社のウェブページで紹介されているが、これもすでに使用されていない。同じく旧千和歌信号場から日本製粉、横浜工場への専用線が存在し、補機2200型を使用した小麦の発送が行われていた。なお、同工場は、ホッパコンテナを使用して近隣貨物駅へトラックで輸送する。 形、小麦粉の鉄道輸送を現在でも言っている。1982年、昭和57年まで、横浜市中央卸売市場本場内にあった、横浜市場駅への貨物支線が分岐していた。またそれとは別に、より駅に近い市場製貨船へ向かう専用線も存在した。1959年、昭和34年までは、東神奈川駅へ向かう。 貨物支線も分岐しており、廃線後の運河に架か,かる鉄橋が、駅近くに残っている。かつては当駅常備の貨車も多く存在した。戦略信号上の歴史を含めて説明する。当駅付近に最初に線路が付設されたのは、横浜鉄道、後の国鉄、JR 横浜線が、東神奈川駅から貨物線を延長してきた時で、あった。1910年。 明治43年10月に東神奈川からの線路が延長され、海岸側に設置された海神奈川駅は1911年、明治44年12月10日に正式開業した。これは、横浜鉄道の創業者グループが別に経営していた、横浜倉庫の倉庫や岸壁との連絡を狙ったものであった。今日、高島線が通過している線若町二丁目の埋め立て地は、 横浜倉庫が埋め立てを行っている。この路線は、当初から国鉄が借り受けて営業していたが、1917年、大正6年10月1日付で正式に、国有化された。海神奈川信号国所のキロほどは、あと2メートル方に移行後の値で、鶴見から5.2キロメートルであった。その後、鶴見と高島を結ぶ伏線の貨物線が1917年、 大正6年6月17日に開通した。この時に線はか町二2丁目において、横浜鉄道の海神奈川への支線との平面交差が発生し、海神奈川信号国所海神奈川信号扱い所が開設された。この信号国所は、正式には、海神奈川駅構内扱いであった。後に、東高島駅が設置されることになる敷地は、もともと、 神奈川台場として造成されたもので、その上に副道を行って線路を通した。またこの貨物船が開通したのと同日、東神奈川と高島を結ぶ連絡船も開通した。この連絡船は横浜線の貨物列車を高島へ通すのが目的であった。東神奈川からしばらくの間は海神奈川への支線と並行し、途中で分かれて後に 東高島駅が設置されることになるあたりから、高島線の副線に並行して高島まで参戦で通じていた。海神奈川信号国署では、1923年、大正12年2月1日から専用線に発着する貨物の取扱いを開始した。1924年、大正13年1月1日付で、海神奈川駅から独立して線弱信号上、 千わが信号1となった。1923年、大正12年9月1日には、関東大震災が発生し、その復興を兼ねて1924年、大正13年10月1日、東神奈川高島間の貨物支線上の駅として、東高島駅が開業した。東高島駅は、校内の周囲を運河に囲まれており、水陸連絡貨物を主に扱って、 高島駅と海神奈川駅を保管することを目的としていた。キロほどは東神奈川から1.5キロメートル、高島から1.0キロメートルであった。1934年、昭和9年6月15日に高島と山内町、後の横浜市場を結ぶ2.6キロメートルの貨物船が開通した。名目上は高島からの貨物船であったが、 実際には線着信号上から分岐して東高島港内まで本線並行しそこで南へ曲がって横浜市場駅へ通じる構造であった。また正式開業前に1931年昭和6年1月2日から実際の貨物取扱いを開始していた。1935年昭和10年7月15日には 入江と水方を結ぶ 2.8km の貨物船も開通した。これもやはり実際には線弱信号上で分岐していた。この頃、海神奈川駅が高島線よりも南側から北側に移転して、平面交差がなくなったものと推定されているが、いつ頃移転されたのかは不明となっている。1955年、昭和30年1月17日に、 東高島駅はそれまでの東神奈川、高島間支線の駅から高島線上の駅に所属変更された。同日、線弱信号上は東高島駅へ統合されて廃止となった。これに伴い、東神奈川からの線は東高島終点となって、東高島高島間の 1.0km が短縮された。また水への支線も入江駅分岐から、 東高島駅分岐に変更され、全長が 2.8km から 2.2km に変更された。横浜市場への支線も、高島駅分岐から東高島駅分岐に変更され、全長が 2.6km から 1.2km に変更された。しかし、横浜線の貨物輸送量減少に伴って、東神奈川と東高島を結ぶ貨物線は、 不要となり、1959年、昭和34年4月1日に廃止となった。この日は、海神奈川駅も廃止となっている。さらに米軍が占有して、使うようになった水穂不当にあった水穂駅へ通じる貨物支線は1958年、昭和33年5月1日付で、国鉄の路線としては廃止となった。その後米軍の専用線としての使用が続けられた。 その後、貨物輸送の形態の変化に伴って、横浜林港線関連の貨物輸送は減少していき、1982年、昭和57年11月15日付で、横浜市場への貨物支線も廃止となった。1987年、昭和62年4月1日付で、国鉄分割民営化により、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅となった。 隣接する高島駅は1995年、平成7年2月27日に廃止となり、同時に東高島高島間が単線化された。これにより東高島駅は、伏線と単線の接続する駅となっている。過去の年間発着トン数は、下記の通り、2005年度を最後に、発着実績がない。当駅のすぐ近くには、 再開発エリアのコットンハーバー地区がある。また、東神奈川駅方面との間に広がる区域、東高島駅北地区でも再開発が検討されている。週1.2回ほど、駅構内のポイントや施設などの点検、メンテナンスを目的として、鶴見線大木町駅より、補正員を転乗させた手重計ディーゼル機関車による工事列車が発着している。2000年、 平成12年頃までは、レール輸送用長物車も稀に連結されていたが、現在は短期に補線員を転乗させて、主にポイントへの注油などの作業を行っている。当駅を通る東海道本線貨物支線、通称高島線は、東海道貨物線とともに、各客、貨物と旅客併用化の予防が、地元の自治体などによって出されており、一部は、 運輸政策審議会答申第18号2000年で今後整備について検討すべき路線に位置づけられている。旅客船化が実現した場合、桜木町から鶴見までの高島線の区間に加えて、その先の品川、東京テレポート、お台場方面、あるいは東京国際空港、羽田空港方面と接続する可能性もある東海道貨物船旅客化構想。 計画も参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。